没になったプラレール物語、山陰本線八日駅から、国道9号線沿いを通り、山陰本線岩見駅までを結ぶ、岩見鉄道というのを考えてみました。国道9号線沿いに線路がない部分に線路を通す計画です。ちなみに、非電化第三セクター鉄道です。というプラレール物語を考えてみたんですが、没になりました。